永瀬健吾演じますレジミです、若さの組第3弾、今回でラストとなります。今日のゲネプロで、稽古で培ってきたものを皆さんそれぞれが全額全力で出して明日の初日、素晴らしい初日を迎えられるように、乾杯に一度頑張りたいと思います。皆様本日はよろしくお願いします。小泉さらえくの宮崎カレンです。今日はお越しくださいましてありがとうございます。いよいよゲネプロ、そして明日初日となるんですけども、もう稽古でみんなで積み上げてきたものがあるので、とにかくこれからやるゲネプロはみんなのセリフを聞いて一生懸命レイズという時代を生き抜いていけたらいいなと思います。今日はよろしくお願いします。そうですね、約2年間やってきて、同じ役が出ながら変わってもいますし、キャストが特殊な3部作ではあると思うんですよ。でも第1弾第2弾とみんな全力でやってきてくださって、こうやって3部作今回迎えることができて本当に嬉しいなと思ってますし、やるからには戦争が起きる前の明治のこの平和な時代をお客様に堪能していただいて、こういう時代もあったんだ、ちょっと明治について好きになったりとか調べてもらえたらいいなと思います。そのために僕たち全力で今回の 1,2,3 この完結する物語を最後まで演じ切りたいと思います。2年にわたって、そして3回にわたって同じシリーズの同じ役をやらせてもらうっていうことはなかなかないことなので、まあ前回前々回から得たものを持って次に進めるっていう、もう何だろう、良さもありますし、前回を超えなきゃいけないっていうプレッシャーもありますし、すごく素敵な挑戦をさせてもらってるなと毎日感じてまして、カンパニーもさっきリークが言ったようにどんどん変わってるんですけど、どのカンパニーもすごく素敵で、今回のカンパニーもすごく素敵なメンバーが集まったので、私はもう本当に周りに甘えて演じさせてもらってましたから、今回これからやるゲネプロもすごく楽しみです。いや特別アドバイスなんて素敵なさってますね。いや達也さんのアドバイスがなかったらね。逆に言いますと、その今回が3作目ということで、僕なんかは今回が初めてこの作品に参加させていただいているぐらいなので、逆にまあその世界観をこう若い2人からこう読み取ろうとしたりということはありましたけども、はい、アドバイスなんていうのはもう本当にもうおこがましい、ただ稽古場の隅で若い人たちが頑張ってる姿を楽しく見させていただいてるという、そんな感じでした。でも今回、はい、岡田さんが盾をつけてくださったりとかして、はい、もう二人いらっしゃるんですけど、すごく助かってます。はい、です。はい、そうですね、実際に食べさせていただいたんですけど、とっても美味しいです。なので皆さんぜひ食べてみてほしいです。レモン、なんといってもレモン、やっぱりこのね、疲れてきたり風邪ひきやすい季節ですから、クエン酸とっても体にいいですから、はい、そして本当に素晴らしい飲み物ですし、ワッフルの方もすごいもちもちでね、めちゃくちゃ美味しくて、とっても食べやすくて、セットでなんか食べたらもう最高でしょうね。ぜひ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 皆さん食べていって帰ってください。はい、すごい、すごい素晴らしい、本当に美味しいからね。はい、そうですね、三部作ラスト、若様とロマン、若様組たちの恋愛模様が描かれた話となっております。まあ今回前回からキャストが増えて6人の若様がそれぞれの恋愛をするんですけれども、まあ全く違った恋愛模様が描かれていくので、皆さん見に来てくださるお客様にはなんか、あ、この子に似た恋愛をしてきたなとか、この子の気持ち分かるなっていう見方の楽しみ方もあると思いますので、ぜひそういった面でも楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますし、さっき言ったように明治の時代をたっぷりと堪能して帰って、そして楽しんでいただけたら何よりです。皆様ぜひご来場ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。宮崎さん、お願いいたします。はい、シリーズ最終章、私は小泉沙羅という役を本当にすごく
大好きです。この時代で女性の地位が低い中、自分の意見をはっきりと言って前に進むキャラっていうのが、やっぱりすごく今の時代にも通じるところがあって、すごく大きな意味があることだなと思っています。今回女性キャストも増えて、すごく華やかなシーンもありますので、その辺のところを注目していただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。原島さん、お願いいたします。そうですね、今回3作品目ということで、こう3作品目から参加の僕たちはすごくプレッシャーもあったりはしたんですけど、そのプレッシャーと真正面から本当にぶつかっていって、そのプレッシャー跳ね返してとってもいいものに仕上がっているなっていう実感もありますし、まあ、このメンバーじゃなかったらできないところまで来たなっていう自信もありますし、ちゃんと明治時代っていう過去のものを今のものとして伝えられるっていう準備も稽古もしてきて、それをお客さんに楽しんでいただけるっていうところまでしっかり持ってきたので、ぜひぜひもうお客さんも何も考えずに、もう劇場に足を運んで席に座っていただいて、じっくりもう本当に楽しんでほしいなっていうふうに思いますね。本当に僕らはもうそれだけのことをやってきてるので、もう自信しかないので、ぜひ劇場でそれを確かめていただきたいです。ありがとうございます。岡田さん、お願いいたします。はい、そうですね、3人が話してくれたように、だいたい1900年ぐらい前後のお話になります。その時代を生きた若者たちの青春群像劇です。明治という時代を想像でしかないですけども、どんな風に若者たちは生きていたんだろうというのをこう舞台上で描いています。お芝居だけでなく、舞台セットもそして衣装もとても僕は見てて素敵だなと思いますので、そのあたりも楽しんでいただければなと思ってます。はい、ぜひ劇場でお待ちしています。ありがとうございます。宇野ゆうやさん、役柄と意気込みをお願いします。はい、園山薫役を演じさせていただきます。宇野ゆうやと申します。ですね、この僕の演じる園山薫は一番こう恋愛から遠いように見える男なんですけれども、その男がいざ女性を前にしてどういうふうに変わっていくのか、そしてその今までこの三部作を続けていたこの若様がどういうふうな道を選んでいくのかっていうのが今回の作品の見どころとなりますので、精一杯園山薫を演じて、そして若様として精一杯生きてまいりますので、皆様応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。伊沢さん、お願いいたします。はい、福田春之助役の伊沢拓磨です。今回ですけれども、3部作の最後ということで、明治の、ね、激動のようにふさわしい、本当に盛りだくさんの内容になってまして、面白いところもあるし、ミステリーというか謎解きみたいなところもあるし、お芝居でちょっとほろっと泣けちゃうようなところもあるし、本当にすごく盛りだくさんになってます。で、僕は今回みんな若様が見合いをする中で一人既婚者としてみんなを見守るんですけども、その中でやっぱりこう自分がみんなの成長をしっかり見守って、それをこうかけて支えるというか、そういう役割をしっかり果たしたいなと思います。今回本当にカンパニーの皆さん、素敵な人が集まっているので、絶対面白い作品になってますので、ぜひ皆様足をお運びください。よろしくお願いします。ありがとうございます。安川さん、お願いいたします。はい、小山隆史役、安川純平です。そうですね、一応僕も1作目からいや一応ね、1作目から3作まで全部出させていただいてるんですけど、やはり今回やっぱ稽古を見ていても、今当たり前になっていることはそのやっぱ明治の時代を生きた方たちが当たり前にしてくれてるとか、なんかそういう部分のものを今回の作品を稽古見てて気づけたりしたので、やっぱそういう人たちの気持ちも汲んで、やっぱちゃんと稽古でやったことを全部出せるように頑張っていきたいなと私は思いました。皆さん、なんで終わってもいいか楽しんで見てみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。伊崎さん、お願いいたします。はい、小沼武一役の伊崎龍二郎です。この作品、時代は変われど、恋と愛と普遍的なものを描いていますので、舞台でしっかりと恋愛を楽しんでいきたいと思います。何とぞ皆さん楽しみにしていてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。森田さん、お願いします。加賀さん太郎役の森田斗也です。僕は3作目から、そして、3作目から登場する加賀さん太郎という役を演じさせていただくのですが、1作目、2作目にはいなかったキャラなので、新しく若様に加わるメンバーとして、今まで稽古したことをのびのびとできればいいなと思っております。先輩たちの胸を借りて精一杯みんなでいい舞台にできたらいいなと思います。
よろしくお願いします。